平成19年5月27日に土砂災害による全国統一防災訓練が仮を2区3区で実施されました。熊本地方気象台が阿蘇地方に大雨洪水警報を発表し、阿蘇市役所にファックスが届きます。それに基づいて対策本部が設置され、対策を考え、市民へ安心安全システムなどの告知や防災無線での避難勧告を出します。想定する土砂災害は、梅雨前線の活動が強まった影響から阿蘇地方で集中豪雨が発生し、阿蘇市仮尾地区の土砂流危険渓流において土砂流が発生、住民は前兆現象の情報や避難勧告等により事前に避難し、人的被害は回避できたものの、家屋等は全半壊による被害が発生したと想定されて訓練は実施されました。避難所に集まってきた市民の方々は、受付を済ませると健康診断を行い一安心です。負傷者が出た時のための訓練も行われ、実際に負傷者をタンカーで運び込み解放するところまで訓練しました。最後に避難所では県職員からのこれまでの災害の報告や災害が起こった時の注意事項などの指導、広域消防署からは負傷者が出た時の運び方など、いざという時のための訓練が実施されました。最後に阿蘇市長から平成13年6月29日に起こった災害の話があり、災害、災難は忘れた頃にやってきます。このような訓練を肝に銘じ、地域と命を一緒に守っていきましょう、と挨拶があり、訓練は無事に終わりました。